皆さん、こんにちは。今日は、メルちゃん、お腹がすっごく空いてるみたいだから、メルちゃんのベビーフードっていうのがあるんだけど、このいちごムース味、いちごムース、メルちゃんのベビーフードっていうのがあるんだけどね、これをね、あげてみよっか。いちごムースなんだって、これ。美味しそうだね。これをあげてみたいと思います。メルちゃんお腹空いて我慢してて偉かったね。ちょっとお腹空いて不機嫌になってるから、急ごっか。ね。これベビースタイ。スタイをメルちゃんにつけて、ここんとこね、汚れても平気なようにお洋服が、シャツが汚れても平気なように、ベビースタイをつけてあげようか。ね、このね、後ろで、ここで止められます。ここで、マジックテープになってるから、ピタって止めて、これで、準備完了しました。メルちゃんお待たせしました。じゃあ、ベビーフード、食べよっか。ね、これがスプーンになってるんだけど、このスプーンに、このベビーフード開けて、はい。こうやってカッチャンすると、ベビーフードの、いちごムースが取れるので、はい、どうぞ。食べてください。もぐ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 。美味しいね、メルちゃん。じゃあもう一杯。はい。もぐ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 。メルちゃんはお腹空いてるから、いっぱい食べよっか。ねえ。これで、はい、どうぞ。はい、あれれれ、あ、食べたね。よし、じゃあ、いっぱい食べたし、あと一杯食べたらおしまいにしようか。はい。よし、お腹いっぱいになったかな。じゃあ、これ閉めて、カッチャンして、あ、お腹見せて、メルちゃん。あ、ポンポンなってるね。パン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 。ポンポンがパンパンになったので、じゃあメルちゃんのお食事はおしまいにしよっか。ねえ。じゃあ今日はこれでおしまいにしたいと思います。また次回も見てね。バイバーイ。